今こんな時代だけど、なかなかね、こう剣をまたいでとかも結構はばかられる時代なんだけども、今日本当に歌いに来てよかったと思ってます。またありがとうございます。また歌いに来ます。夏前とか夏ぐらい絶対歌いに来たいと思いますんで、もし受け入れてもらえるんであればまた歌いに来させてください。ありがとうございました。佐々木正楓でした。今の時代どこに向かっていいのか、どうやっていいのか絶対分かんない。手探りで俺たちは歩いてる。でもいつか絶対幸せになります。そんな願いを込めて最後にこの歌を。朝日を浴びて始まりを告げるモーニングラッシュ、繰り返す日々のワンシーンに同じテイクはどこにもなかった。そんな幸せな空を見てた。ありきたりでも光ってたんだ。一人佇むホームの隅で思い返す君の声と、あなたとの感触に包まれて生きている。路上の隅で
ありがとうございました。立川隆明でした。また歌いに行きます。この後も聴いてください。どうもありがとう。